本日スーパーに行ったところ、この丸三麹味噌純正 750g、 こちらが108円だったんですよ。でお一人様3点まで、うん、でやっぱり108円なんだから3点欲しいじゃないですか。うん、私ちなみにこう見えて味噌汁が大好きなんですよ。だから味噌の消費量は半端ない。うん、でね、だから3つ欲しいじゃないですか。でも3つ買ったら、3つカゴに入れたらレジの人に、うわこの人3つも入れてるとか思われたら嫌じゃないですか。うん、だからすっごい迷ったんですよ。2つにしようかなとか、2つだったらなんか笑われないかなとか思ったんですよ。うん、だけどね、やっぱり3つ欲しいから自分の気持ちに素直になろうと思った。うん、その3つ欲しいっていう、だから3つ買いました。うん。